シリーズ第1戦スペインのレース1の模様をライブでお送りします。解説はモータースポーツジャーナリストの小倉重則さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ブラックアウト、スタートが切られました。クズミいいスタートを切った、クズミいいスタートを切った。さあそしてエイトキンはどうか、エイトキンはどうか。クズミとエイトキンの先陣争いは、ここはクズミが前に出てきました。これはうまくいった。さあまずは1コーナーに向かってクズミ、スリーファイト危ない。しかしここはクズミなんとかトップに立って抑えていきました。これは小倉さん最高のフズミスタート切りましたね。いいですね。しかもちょっと今引き離し始めてますよ。ですよね、はい、あそしてエイトキン来た、やっぱりエイトキン来た。かなり近づいてきています。ファーストスラップをマークしながらフズミの後方、ただここは冷静にフズミはこのエイトキンの動きを今見ていました。これがローランディが前にをかわしたシーン。ここで今ラッセルが前にをかわしていったということですかね。はい、はい、そうですね。あ、寄ってきましたね。でも近づいてきた、やっぱりそういうことか。はい、これ今 DRS 使ったのかなですかね。はい、うわ近づいてきた、また DRS を使った。エイトキンコンマ38まで、380まで来ました。勝負どこっていうところで来てますよね、エイトキンはね。でもこれを守り抜いちゃうと今度逆にエイトキンが厳しくなってきます。そうですね、はい、これはクズミとしてはもうこらえどころ。はい、さあどうだ、逃げ切れるのかクズミ2で後ろからルノー、エイトキンがスローダウン。これはなんだ、トラブル、トラブルですね。ああ完全にスローダウンしました、ジャックエイトキン。この2人の戦いは、ここでただこれで今、あラッセルの方が今前に出ました。はい、ジョージ・ラッセルがこれで今ボコラチを仕留めました。あそしてようやくクズミが映った。落ち着いています。ここはしっかりと落ち着いて今最終コーナーにこれで入ってきます。クールに福住2レーが GP3 初優勝を決めてみせました。勝ったのは日本の福住二レー、そしてプルチーニ、ロランディ、ラッセル、ユベール、ボコラチ。ああグリさんいた、あいました、あいたいた、あとモータースポーツ部長もいますね。あ山本さん、あ山本モータースポーツ部長です、ね。はい、あグリさん嬉しそうだな、まああのね、あの松下が今年から F2 になりましたけども GP3 で優勝経験してますけれども、はい、GP3 で日本人は、この福住、まあ、今1人ですけれども、はい、日本には初優勝ということになりまして、はい、さあこれで表彰台の中央に立ちますよ。はい、あ今福住がゴールザイト嬉しそうだ。いやちょっとやっぱりこうジンときますね、これはね、ボコらしいですね。また嬉しそうなクズミです。シャンペンファイトが始まりました。初優勝のクズミが今集中攻撃を受けています。いやということで GP3 の開幕戦レース1の模様を、小倉重則さんとお伝えしました。小倉さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。